はい、ちくわです。今回はプロジェクトジルコンというプロジェクトをご紹介します。こちらのプロジェクトは超有名企業のね、コナミが手掛ける初の Web3 プロジェクトになっていまして、こういうねキャラクター NFT というものを保有して、そのねキャラクターの名前やプロフィール、能力などを設定することによって、架空世界の創作に参加ができるという Web3 プロジェクトになっています。で、こちらのゲームはね、公式 Discord をメインに、進行しているようで、こちらから公式 Discord に入っていただきまして、でね、おそらくそこで、自分のキャラクターとかの設定をするのかな。で、設定をすることによって、将来的にね、作られるゲームの中に、自分がね設定したキャラクターが登場する的な感じなのかな。まあ、なのでね、今のところあんまりゲーム性はないんですけれども、まあね、将来的に作られるゲームの制作に携われるということですね。でね、このプロジェクトの一環として、プロジェクトジルコンに登場するね4つの国の国旗がデザインされた NFT をね、期間限定で無料配布していますので、忘れずにねもらっておきましょう。でね、もらえる国旗はこのねライオンの顔が書いてある勇気の国ブレイブというものと、こちらがね、自由の国フリーダムで、こちらがね、豚ちゃんを愛する国グローリーというね、ちょっとね毛並みの違う国がありますけども、ね、最後がこちらのね宗教の国ピースフルというね、こういう4つの国旗がありまして、これね4つの国旗の中からランダムでもらえるという感じみたいです。でね、登録の方法はね、確か一番上の方にね、今でも私もないんですけれども、ここからスタートというボタンがありましたので、それをね、クリックしてもらうと、コナミの ID などをね、登録しますので、それでね、登録が完了しましたら、こちらね、マーケットをクリックしてもらいまして、そこから、これですね、出品、こちらの方でゲットできます。で、私はね、これですね、豚ちゃんを愛する国、グローリー、こちらの国旗をゲットしました。でもうね、現在販売されていまして、一番安いところでもね、2500円ぐらいで、売れるといった感じかな。まあ、2000円ぐらいのものもありますけどね、まあ、大体2500円とかね、それぐらいで販売されています。でね、ざーっと見た感じね、あんまり出品数も多くないですし、多分2300円とか、それぐらいだったらね、こちらのゲームをプレイされない方もね、これをね、NFT をゲットして、すぐにね、売ってしまうという方法もあるのかもしれませんね。でね、なんでこんなね、無料の NFT がこんなに高値で売れるかと言いますと、1月のね、31日までに2つ以上のね、国旗を持っていると、特定のね、NFT として、穴に向かう冒険者というね、こちらの NFT ももらえるということですので、まあ、なのでね、その NFT がね、欲しいためにもう一個ね、NFT を購入するという必要がありますし、あとはやはりね、コナミ初の Web3 プロジェクトということで、こういうね、国旗をね、4種類集めておくという人もいるかもしれませんね。まあ、なのでね、私もせっかくなので、このね、豚ちゃんを愛する国、グローリーはね、保管しておこうと思います。でね、こちらの国旗の無料配布期間は1月の30日までになっていますので、ご注意ください。はい、ということでね、コナミが手掛ける初の Web3 プロジェクトということで、そのね、プロジェクトの一環で、ミロのね、国旗 NFT がね、1月30日までの期間限定でもらえますよと、というお話をさせていただきました。非常にね、こういうキャラクター NFT もかっこいいですし、今後ね、どういうゲームが開発されていくのか、期待して待ってみたいと思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画がいいなと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。